おいてめえ、出てこいよ。大久保嘉人が本田圭佑にブチギレて報道がもみ消しになった事件とは、 J リーグ開幕から早30年近く経ち、日本サッカーのレベルも見違えるほど高くなりました。ワールドカップ7大会連続出場、この1年は宿敵韓国にフル代表を含め全ての年代で勝利を収めています。そして J リーグは日本サッカーの発展に大きく貢献しています。そんな J リーグの J1 歴代得点ランキング1位は誰か分かりますか？それはセレッソ大阪やヴィッセル神戸などで活躍した大久保嘉人さんです。 J1 歴代最多の191得点で2位の佐藤寿人さんに30点の大差をつけています。また大久保さんは2013年から2015年シーズンに川崎フロンターレで3シーズン連続の J1 得点王に輝いています。現在の大久保さんはサッカーを中心としたスポーツコメンテーターとして活躍しています。今ではテレビで優しい笑顔を見せることが多い大久保さんですが、現役時代は大久保嘉人イコール喧嘩番長というくらいにピッチ上で激しくやり合っていました。実際外国人も含めて歴代最多のイエローカードをもらい、通算のレッドカードも日本人選手の中でトップという不名誉な記録も持ち合わせています。ピッチ上で瞬間湯沸かし期となる大久保さんですが、知人などの証言によると普段は自分からは前に出ない物静かな男ですと評されています。この話が本当だとするとピッチ上では性格が豹変しちゃうんですかね。引退して間もない頃に受けたインタビューにおいて、引退したら強がらないで生きていけるし、気性の荒い大久保嘉人をもう見せる必要もないですと語りました。大久保さんのピッチでの気性の荒さはイメージ保持のポーズだったのでしょうか。今回は日本代表で3度のワールドカップに出場、そして主に海外リーグで活躍している本田圭佑選手と大久保さんが揉めた話を紹介します。2007年ヴィッセル神戸移籍、2001年にセレッソ大阪で華々しくプロデビュー、その後リーガエスパニョーラの RCD マヨルカ、再びセレッソ大阪に戻ります。そして2007年1月にヴィッセル神戸へ完全移籍しました。セレッソ大阪は2006年シーズンに J2 に降格してしまいました。そして2007年を J2 のセレッソ大阪で戦うか、声をかけてくれたヴィッセル神戸で J1 の舞台で戦うか悩んだそうです。 J2 に落としてしまった責任も感じていたし、セレッソのことも大好きだっただけにヴィッセルに移籍するか相当悩みました。しかし決断の決め手は日本代表への復帰でした。日本代表にもう一度入りたいという思いが強かった。自分を高めることは日本のどのクラブにいてもできるけど、日本代表に選ばれるには日本のトップ J1 の舞台でプレーし続けなければいけないと思ったし、したいと思った。こうして2007年にヴィッセル神戸に完全移籍します。そしてヴィッセル神戸での2007年シーズンはこれまでのフォワードではなく主に左ミッドフィールダーとして活躍しました。結果リーグ戦31試合出場、14得点を叩き出しました。そして当時の日本代表監督オシムさんにより日本代表復帰も果たします。後のインタビューにおいて神戸時代が日本代表復帰のために重要であったことを話しています。大久保嘉人の成功のターニングポイントとなったヴィッセル神戸への移籍1年目、しかしこの移籍1年目の名古屋グランパス戦においても大久保さんの喧嘩番長ぶりが発揮されたのです。神戸 vs 名古屋、2007年 J1 リーグ第7節、当時の名古屋グランパスのホーム瑞穂陸上競技場にてヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパスの試合は行われました。この試合に大久保さんも先発出場していました。そして後に3度のワールドカップに出場する本田圭佑選手も名古屋グランパスの一員としてピッチに立っていました。2005年に名古屋グランパスでプロデビューした本田選手はプロ3年目のシーズンをレギュラーとして戦っていました。そして北京オリンピックを目指す23歳以下日本代表のエース格になりつつありました。試合の途中から2人の接触プレーが増え始めました。その度に何か言い合いをしているようでした。そしてヴィッセル神戸は前半に2失点します。この結果を受け大久保さんは守備陣に対しても、そして決定的パスが出ない攻撃陣に対してもイライラを募らせていました。挑発され削り返して退場、イライラを募らせていた大久保さん、本田選手との接触プレー時のやり合いもエスカレートします。そして明らかに挑発的な言葉を受けると
名古屋グランパスが時間稼ぎに入った後半終了間際にやらかします。大久保さんはコーナー付近でボールキープする本田選手を後方から足をめがけがっつり削ってしまったのです。そして2人は乱闘寸前となり、主審が大久保さんに2枚目のイエローカードを提示、大久保さんは退場となります。年下の本田選手から受けた言葉に苛立ちカッとなったのでしょう。ロッカー室から出てきた大久保さんは興奮冷めやらぬ様子でした。ヴィッセル神戸の番記者が取材エリアで大久保さんを取り囲もうとすると、彼はまくしたてました。あいつ出てこいよ。グランパスのロッカー室はどこよ。俺が行ってやるよ。生意気な態度取りやがって、マジでふざけんな。尋常ではない雰囲気に気づいたヴィッセル神戸のスタッフが飛んできて、大久保さんの後頭部をピシャリと叩いて言いました。よしと、何言ってんの。そんなことメディアの前で言って記事になったらどうすんの。訂正しなさい。ええよ、書かれても。おお、書いてくれよ。あいつマジでかかってこいって。そのスタッフは強引に大久保さんを押さえつけ、番記者の前で頭を下げさせました。すいません、今の発言はなかったことにしてください。そう言いながら、そしてその時の大久保さんの暴言は新聞記事になりませんでした。というよりも記事にしなかったという方が正しいのです。試合翌日の日刊スポーツは、ヴィッセル神戸がクラブワースト2番目となる22試合連続失点で負けたことをメインに載せています。そして退場した大久保さんのコメントとしてこう書いています。しょうがないっす、完敗ですね。点を入れられる前まではいい感じでいけてたんやけど。日刊スポーツだけではなく他のメディアに記事として書かれてもおかしくなかったのですが、どこも報じなかったのです。一体なぜ。大久保嘉人の人間性、これほど迷惑をかけ批判され、それでもこんなに愛された選手は今までいなかった。大久保さんの引退会見の席で、彼を弟のように可愛がってくれていた西澤明則氏が大久保さんをこう論評しています。迷惑をかけたとしても憎めない存在、それが大久保さんでした。血の気の多い大久保さんと本田選手の2人は、後に日本代表として2010年南アフリカワールドカップ、2014年ブラジルワールドカップを共闘します。後日大久保さんは本田選手との喧嘩についてインタビューされたことがあります。すると苦笑いをしてこう答えました。それだけね、俺を本気でキレさせるくらいあいつも真剣に勝負をしているっていうことやと思う。全然気にしてないし、マジで忘れてたわ。そういう気持ちでピッチに立っている日本人って少ないでしょ。俺も勝ちたいし点を取りたいから。ただそれはピッチの中だけの話です。それだけ勝負に必死だった証でもあり、気性の荒い大久保嘉人を演じていたのかもしれません。喧嘩は良いことではないですが、荒々しさと同居する勝負へのこだわりやガッツを体現していた数少ない選手であったことは間違いないでしょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。